みかんです。いい香りや。カンカンみかん。美味しいな。みかん久しぶりに食ったわ。はい。ということでですね。まぁ、あ、ちょっとまぁだいぶ僕も遅くはなってしまったんですけど、ついに僕もあの商品を手に入れることができました。それがこちら。じゃじゃーん。ついに来ました。はい、こちら、ラブライブサンシャイン。アクアファーストライブライブステップ021の、メモリアルボックスブルーレイになってます。うわぁ、やった。ついに来た。狭いな、上が。ついに来ましたよ。あのね、本当に、もう2月末、ステップ021ライブ見て、より赤を好きになって、まあもう、セカンドライブも終わってしまったんですけど、僕もやっとこいつを手に入れることができました。まあ今日はまあこれの開封式ということで、まあ動画撮ってるんですけど、僕これゲーマーズで予約してて、早期特典購入がついたので、それもちょっと今、特典も全部紹介したいと思います。まずこちら、こちらがですね、クリアファイル、A4 クリアファイルになってます。021のロゴと、メンバーは全員青ジャンの衣装で、うん、すごい可愛い。次はこちら、まあこのライブロゴのアクリルキーホルダーになってます。はい、ということで、こちらがですね、多分 B2 サイズかな。B2 の、タペストリーですね。キービジュアルの、柄のタペストリーになってます。で、そしてこちらがですね、あの、早期特典、あの、ちょっと早めに予約するともらえるっていう、あの、B2 の、ポスターですね。ちょっと柄が両面印刷らしいんですけど、今日はね、ちょっとこちらをですね、はい、じゃ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 ん。はい、こちら、でっかいですね。こちら B2 サイズのポスターフレームなんですけど、さっきね、ヨドバシで買ってきたんですよ。まあちょっと今までポスターとかね、やっぱ買ってもね、やっぱ飾らないで終わっちゃうことが多かったと思うんですけど、今回せっかくなんで、このちょっと柄がちょっとかっこいいということで、このね、あの、でっかいポスターフレームにこいつを入れて、飾って、で、ブルーレイ開封して、パリない。一度ね、大きいサイズのポスターをね、こうやって飾ってみたかったんですよ。でれれ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 ーん。よいしょ、よいしょ、アニメサイドが、これジャケットが同じだ。あー、すごいかわいい。あー、折れそう折れそう、怖い怖い怖い、折れそう。逆面逆面、こちら、あー、かっけーかっけーよ。これはキャストさんが9人揃ってて、なんかファーストラブライブステップ021ブルーレイメモリアルボックス2017年9月27日リリースということで書いてありますよ。うわ、いい調子だ。来たんじゃね。ちょっとサイズ間違えて買ってないか心配だったんですけど、大丈夫っぽいですこれ。来た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 。これで上を閉じればいいんだな。はい、ということで、完成しました。B2 ポスターいきます。せーの、てれーやーばい、これは強い、これは強いぞ。これ絶対飾るわ。もう飾ってるわ。もうはサイズがいい。そしてね、カチャカチャうるさいけど、ぜひこれ持ってる方いたらぜひ飾ってください。まあ、これここに置いとくか、そしたら、これはいいんですけど、じゃあメインですね。一応これ開けたいと思います。いや、あのね、これね、なんかデイ1とデイ2入ってて、デイ1の方は、なんか全体、フォーメーションとかダンスをメインに映してて、デイ2の方が、キャストさんのアップで映ってるのが多いらしいんですよ。情報によると。で、僕的にはこれね、デイ1の方、やっぱダンスが見れるということで、これをやっぱ見てね、こう踊ってみたとか、よりね、いっぱい出せればいいなって思ってるんですけど、おぉ、おぉ、キービジュアルが出てきて、裏、おぉ、あ、何、冊子がついてる。はい、メモリアルボックスね、こんな感じの冊子がついてまして、パラパラパラーっと、まあ、キャストさんのね、写真集みたいな。うわ、これもずっと見てられるわ、こんなん。やば。天国かよ。で、まあ、これディスクが何、これ5枚入ってるということで、1、2、あれ？どこに入ってんの？あ、そういうことか。ん？ん？え？あ、取れた。取れちゃったんだけど。え？間違えた。あ、やったわ。シップにこっちから内側から開けるのか。あ、開いた。はい。ということで、これね、パカッと開いて、内側からパカンと出てくるわけですよ。これですよ、これ。いやー、いいですね。やめろ。まあ、ディスクはまあ普通なんですけど、この特典ディスクと思われるディスク後にだけなんか、ね、キャラがね、ジャケットの絵でプリントされてるって感じです。そうですね、このブルーレイもね、発売が発表されてからもう随分経つんですけど、本当に一瞬でしたね、発売。うん。まあ、これも本当にも繰り返し見るつもりなんで、本当に大事にしたいと思います。はい、ということでですね、今日はですね、まあちょっと簡単な動画だったんですけど、アクアファーストラブライブステップ021の
ブルーレイメモリアルボックスを買って開けたという動画でしたね。どうでしょう、まあ踊ってみたとかね、そういうのに参考にしたり、まあ繰り返し見てね、楽しみたいと思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。